どうも、レウンゲーム TV です。今回もマリオワンダーで見ることができる細かすぎる小ネタの数々を集めてみました。フラワー諸島のコース、土砂降り雲で雨登り。このコースの途中には僕と一緒に泳げない?と誘ってくれるおしゃべりフラワーがいますが、お言葉に甘えて何度も泳ぎに入ってみると、意外と狭いな。急に文句言われた。自分から誘っておいて何度も入り続けると愚痴られる、まさかの専用セリフが用意されているようです。細かすぎる。ワンダーフラワーを取ると水棒に変身するこちらのコース、水棒状態でおしゃべりフラワーに近づくと、君勇気あるな、新種発見、君はどんな味なんだ、このように声をかけてくれますが、ここでワンダーシードを取って変身を解除した後に、先ほど声をかけてくれたおしゃべりフラワーのところまで引き返してみると、あのクリボーかっこよかったな、勇気満々って感じで、さっきのあいつ無事かな、とわざわざ解除後に戻った時だけの専用セリフが。キヨッシーに乗っている状態の時にゾウの姿に変身して、よく見るとゾウマリオが重すぎるためか、ヨッシーがポタポタと汗を垂らしている。またこの状態でゾウマリオの鼻に水を含ませると、ヨッシーの汗とゾウマリオの鼻の水が同時に垂れて、水滴の量がすごいことになっている。また上向きのダッシュレールに普通に乗った時はこんな感じの姿勢ですが、ヨッシーの背中に誰かを乗せた状態でやると、振り落とされそうになってしがみついているヨッシーに乗ったまま縦レールに乗った時だけのモーションが、さらにゾウマリオを背中に乗せた状態でやると、さっきとポーズが変わり、ゾウマリオが重すぎるためか2人とも険しい表情で落ちないように踏ん張っている。また普通のヨッシーでゴールしたときはこんな感じのゴール演出になりますが、ヨッシーに何かを口に含ませた状態でゴールしてみると、口に含んだままゴールする演出になった。かわいい。ワールド5の66隕石のコース。このコースの序盤の壁が落ちるエリアで、このパタパタの上に登ってみると、選ばれし者だけが大いなる光を手に入れる、それが君なのかは知らない、なんか言ってる。ワールド5のプルプル遺跡のコース。このコースでワンダーフラワーを取るとゼリー状態になって壁や天井に張り付くことができ、こんなところにも侵入することができますが、しかしこのゼリー状態でしか行けないはずの場所に咲いているおしゃべりフラワーですが、ワンダー状態ではない時も咲いていますが、ズルして強引にここまで行ってみるとどうなるのか。
そこで復帰ジャンプバッジをつけた状態かつドリルマリオに変身している状態で強引に入れるか試してみると、オキドキオイエー、侵入できた。このままフラワーのところまで強引に進むと、オキドキ、めっちゃ驚かれた。と、本来はゼリー状態でしか行けない場所に強引に侵入されることも想定してセリフがわざわざ用意されているようです。どこまで細かいんだ。他にも面白い小ネタがあったらぜひコメントで教えてください。以上、マリオワンダーの小ネタ集でした。